けだるく何もない昼下がり、最後のビールを飲み干して手持ちぶたさでテレビを見たらニュースのアナウンサーが暑い季節ですとささやく。窓を開けると声がする、耳を澄ますと足音がする、俺を呼ぶ声に振り向けば新聞のコラムの年寄りまでが暑い季節ですとわめくのさ。私の季節、ブザーが鳴ってドアが開く、見知らぬ女が叫ぶのさ。若さは仮面よ、待っていては遅すぎるわ、愛し合う日はもう来ない、暑い季節なのよって、愛が欲しいなんて言いやしない、だから君にもあげやしない、ただおいらは街角に立ち、お前のバラ色の髪に顔をうずめ今を感じていたいのさ。